こんにちは。Fランク登山家の浜です。今回は、恵那山に登ってきました。最初に地図で説明します。バスタ新宿から高速バスに乗って、ぐーっと来て、飯田駅まで来ます。飯田駅からレンタカーを借りて、ぐーっと来て、こっち来て、ここの駐車場まで来ます。ここから登山開始です。この広河原登山道を登っていきます。ぐーっと登って、恵那山山頂に登って、山頂にある、恵那山山頂避難小屋に宿泊しました。で、翌朝、またぐーっと広河原登山道を降りてきて、駐車場から車に乗って、ぐーっと来て、飯田駅まで来ます。で、レンタカーを返却して、また高速バスに乗って、ぐーっと来て、バスタ新宿に帰りました。これが今回持っていく装備です。まずこちらから。これは75リットルプラス10リットルリュック。ストック。レインコート。チェーンアイゼン。スマホスタンド。ソニーアクションカム。ランタン。ヘッドライト。バッテリー。足がつらない薬。バファリン。サングラス。ウェットティッシュ。ティッシュ。絆創膏。消毒薬。紐。包帯。テープ。ガーゼ。ヒゲ剃り。歯磨き粉、歯ブラシ、割り箸、F 登山帯タオル、ポンタ、携帯トイレ、圧縮パック、着替えの下着と靴下、タオル、帽子、手袋、エアマット、寝袋。これが今回持っていく装備です。6万円あれば大丈夫かな。ご利用ありがとうございました。行ってきます。おはようございます。今朝の6時20分です。新宿駅南口に来ています。もう久しぶりですね。ここ来るの久しぶりの登山です。今回は恵那山に登りに行きます。バスは新宿から高速バスに乗って飯田駅に向かいます。まあ、雨の日が多いんですけど、今日と明日は晴れてくれるみたいです。すんごい快晴の天気です。日が昇るのがね、早くなってきましたね。暖かいです。ではね、バスタ新宿に行きます。これね、富士急ハイランド満席。すごいね。6時55分。あ、これだ。6時55分の飯田駅。C8。ね。これに乗ります。これ、富士急ハイランド満席。人気あるね、富士急ハイランド。乗車券は買ってあるんだけどね、ちょっと混み具合をチェックします。飯田、飯田駅前。普通席と一人だけ席。ご案内いたします。6時40分発、仙台方面9551便は A2 番乗り場より、ご乗車ください。普通席。結構埋まってますね。バスが来ました。よいしょ。商品や代わりあるものはお預かりできません。また、ご案内いたします。7時上野発羽田空港ホームです。
ここか。ここですね。よいしょ。トイレもある。今11時です。飯田駅に到着しました。赤い屋根の可愛い駅ですよね。なんかリンゴをイメージして作られた駅みたいです。ここからね、登山口まで行くバスがないんで、そこに日産レンタカーがあるんで、レンタカーを借りて登山口まで行きます。12時からね、レンタカーを借りることになってます。あと1時間あるんで、何か食べに行こうと思います。あ、ここですね。ラーメンが美味しいと評判の新京亭でね、食事していきたいと思います。チャーシュー850円、あと揚げ餃子、これで有名、美味しいと評判。チャーシューね、美味しそう。揚げ餃子、美味しそう。コンビニのファミリーマートで、今日の夜飯をね、買ってきます。ファミマで買ってきました。サンドイッチ2つと照り焼きチキン卵コッペ、あとは缶ビールとスポーツドリンク、水ですね。これだけあれば大丈夫でしょう。レンタカーを借りました。日産のノートです。コンパクトでね、かっこいいですね。なかなか運転しやすい車です。最初ね、操作方法がよく分かんなくて店員さんにいろいろ聞いちゃいました。よし、エンジンはね、ここを押してスタートさせるんだそうです。押しますよ。カードを入れてください。すごいね、今の車ね、20年前と全然違う。安全運転で行きましょう。なるほど。でこれが分からなかったです。ブレーキ踏みながら、これがサイドブレーキですね。サイドブレーキを今 P がついてますね。 P ランプ、
これを、これで解除か。あ、赤ランプ消えた。P ランプ消えましたね。これがサイドブレーキだそうです。で、これドライブは、これを引けばいいんですよ、そうです。これを、こうやってドライブ。これで運転、車は進みます。アクセル踏めばね。で、バックはね、これなんだそうです。これを押しながら、これとバックなんだそうです。いや、変わりましたね。では、出発します。ブレーキを踏みながら、ドライブ、OK。大丈夫かな？あ、来た来た。よし、出発。右足、左足、よし。開かないね。慣れちゃえばね、また勘を取り戻すと思います。もう少しですね、トランク島でね。綺麗だね。花がたくさん咲いてる。すごいね。さすが花物の里、ね、すごい景色がいい。鯉のぼりだ。すごいな。平日だけど結構人来てますね。もう綺麗だ。川沿いにたくさんの、ね、花物が咲いてますね。合ってる？やっと駐車場に到着しました。あ、すごい道が細くてね、置かなかったですね。じゃあこの辺に止めましょうかね。よし。今1時半です、準備完了しました、これからね出発します。広川原登山口ですね。
登山届を、提出していきます。よし、 OK、 じゃあ出発します。今16時43分です。山頂まであと300メートルです。雪がね、すごいね。低い歩けばね、遮断以前つけるほどではないですね。
今17時9分です。エナさん山頂に到着しました。2191メートルです。風もなくて静かですね。展望はないですね。展望台にちょっと登ってみましょう。展望台に登ってみたんですが、山は見えないですね。もうちょっとね、もう一段高ければこう山が見えたかもしれないですね。今日泊まる避難小屋はね、向こうの方にあるんで、行きます。避難小屋にね、向かいます。社がありますね。失礼します。今17時半です。エナ山頂避難小屋に到着しました。あっちが避難小屋ですね。こっちがトイレです。結構綺麗なねトイレです。この避難小屋もね綺麗ですね。この辺の雪は溶けてます。避難小屋で休憩する前にね、確か恵那山最高点があるんでね、あ、こっちの方ですね、確かね、歩いて5分ぐらいかな、恵那山最高点の方にね先に行って戻ってきます。よし、今17時38分です。恵那山最高点に到着しました。こっちも2191メートルですね。木に囲まれてて、山は見えないですね。展望は悪いです。では避難小屋にね、戻ります。皆さん山頂小屋に到着しました。小屋に入る前にね展望スポットがあるんで、そこからちょっと景色をね眺めてみたいと思います。この岩を登ってみるとなんか景色がいいみたいです。今岩場を登ってきました。すごい景色がいいですね。南アルプスが一望できます。うっすらとね富士山が見えます。真ん中に富士山がねうっすらと見えてます。でこっち行くとテカリ岳ですね。テカリ岳でこっち行くとひじりだけで、これが赤石岳で、これが悪沢岳で、こっち行くと潮見岳で、こっち行くと
愛の岳と北岳で、こっち行くと千畳ヶ岳と貝駒。ああ、すごいですね。眺めがいいわ。山頂からのね、眺めは悪かったんだけど、こっからの眺めはいいですね。では、恵那山山頂小屋の、中にね、入りたいと思います。中はね、真っ暗なんでね。ストーブがありますね。薪ストーブ。夜間とこある。こちら、土足厳禁。靴脱いで入る。ここが寝る場所ですね。毛布がある。更衣スペースがありますね。ここで着替えたりするんだ。こういうスペース。真っ暗。今日はね、ここで寝たいと思います。よし。18時50分になりました。これから夕食をいただきたいと思います。銀マットね、お借りしました。2枚。銀マット2枚敷いて、自分の持ってきた寝袋をね、敷きました。寒かったらね、毛布借りようかなと思います。で、今の小屋の中の気温は、8度ぐらいですね。7度か8度ぐらいです。そんな寒くはないです。明かりもね、ランタンも結構、明るい。ランタンも結構明るいです。モンベルのランタン。いただきます。ラガービールからね。うまい。ああ、うまい。よいしょ。サンドイッチ。チキンサンドイッチね。ちょっとパクッと食べないと。いただきます。うん。うまい。うまいな。あのね、電波弱いけどね、ドコモの電波が入るんですよ。ゆっくりだけど、ネットはできるんでね。天気予報とか確認できるんでいいですね。いやー、もうお腹いっぱいです。おやすみなさい。